それ、え、深夜、どういう体勢？犯人を暴け。誰が犯人なのか。ここで絶対話の流れを変えないと。アホだ、本気でやり合うつもりかい？無駄よ。その通り、現時点をもって全ての検証が終了した。来やがったな、さくら。俺だって事件を捜査してきたところだ。お前の推理と俺の推理、どっちが正しいかみんなに聞いてもらおうじゃないか。勝負になるの？ああ、さくらは一瞬で状況から推理できる検証のスペシャリスト。その検証段階では 99.85% の容疑だったが、事情聴取で君の容疑は揺るがないものになった。どういうことだ。君は休憩時間に深夜と会わなかったと認めたな。これは深夜がいなかったから悟を盗んだと言ってるようなもの。アホだ、君は休憩時間に犯行に及んだに違いない。自供まで引き出していたなんて、始まる前からの大手。まずい、みんな桜に流されている。俺が休憩時間に犯行に及んだその発言は、おかしい。俺が休憩時間にサドルを盗んだ、それはおかしいんだ。おかしなところはないように思いますが。面白い、そこまで言うからには提示せよ。君が休憩時間のサドルを盗んでいないという証拠。その証拠どれだ、証拠は。1個目のこれ何？あ、カリフラワーか。証拠、これか多分。これは写真サークルのやつが撮った写真だ。いつもの駐輪場に見えるけど。まさか。この写真、俺がジュースを買いに行った時に撮影されていたんだ。つまりどういうことなんだ？さくら、俺が休憩時間のサドルを盗んだと言ったけど、休憩時間の後にサドルは盗まれた。休憩時間の前にサドルは盗まれた。え、待って、写真をよく見てなかったな。ちょ待って、情報刺さってる、刺さってるよ。休憩時間の前にサドルは盗まれた。俺が来た時にはすでにサドルは盗まれてたんだよ。あ、ほんとだ、サドル部分にカリフラワーが刺さってます。アホだを助けるわけじゃないけど、休憩時間に写真サークルのやつがうろついてなら、サドルを盗むのは無理ね。確かに無理だ、その写真が本物であればな。本物さ、写真サークルのやつに聞いてみてくれよ。大した自信だ、裏付けを取るまでもないか。信じがたいわ、アホだがサクラと渡り合ってる。それどころか、サクラの推理をひっくり返した。見直したよ、アホだ。なるほど、君の捜査力は本物のようだ。へへ、真犯人までは分かんないけどな。いやー、誰なんだろうな、犯人。ではそろそろ本気を出そう。はい？休憩時間には犯行が不可能。ならば答えは一つ。君は休憩時間より前にサドルを盗んだというだけの話だ。ちょっと、どうして俺にこだわるんだよ。休憩前とはいつのことでしょう。そうだね、深夜が登校してから授業が終わるまで7時間超あるけど、アホだに限らず誰でも自転車に近づけたんじゃないか。そうだそうだ、やれやれ、ヒカル。もちろん私には決定的な証拠の用意がある。え、何？君も操作したなら見たはずだ、深夜のダイイングメッセージを。深夜さんは死んでいません。真意が何か書き残してたってことでしょ。全然気づかなかったわ。興味持てないだけだろ、絶対気づくよね、あれ。しかしまずいな、俺が解読できなかった文字を。さくらはあの頭脳で解いたんだ。い、ま、じ。このダイイングメッセージの正体はシーザー暗号。何それ。ああ、沖縄のシーサーね。サラダのことだよ。例えば ABC のアルファベットを一文字ずつずらすと BCD になる。こうやって元の文字を暗号化する。あ、そういうこと。なるほど、さすがさくらね、よくわかったわ。これを踏まえて「い」「ま」「じ」を一文字ずつずらすと
あ、ほ、だ。すげえよくできとる。ちょっと感動する。嘘だろ？俺の名前。小さな家、大きな発見です。それもサークル創立以来、いや、世紀の大発見だ。嘘だろ？深夜はそんな、深夜はそんな、深夜はそんな、深夜はそんな。賢いわけがない。天才だった。面白い男だった。え？どれ？面白い男だった。あー、バット！ほんと、面白い男だよな、深夜って。え？実にくだらない男の間違いでしょ？あー、テンション！深夜、お前。いや、今は深夜で頭をいっぱいにするんだ。俺の知る深夜を思い出せ。深夜はそんな。天才だったなんてな。彼はあえて頭の悪いふりをしていたのか。頭悪いな、あの人。なかなかの俳優ね。本物のバカにしか見えなかったわ。そういうわけで犯人はアホだ。ああ、さくらを認めても深夜を認めてもいいことなんてないぞ。今は深夜で頭をいっぱいにするんだ。俺の知る深夜を思い出せ。深夜はそんな。賢いわけがない。みんな目を覚ませ。深夜がそんな賢いわけがないだろう。あ、さくらさんの推理にばかり気を取られていました。悔しいけど今日一番納得したわ。さくらは頭を打つ直前の記憶がないみたいだから教えてやろう。深夜はバカなんだ。頭いいんかと思った。友達の俺が保証するよ。深夜は絶対に暗号とやらを知らない。それは本人の証言か。君の推測に過ぎない。それだけじゃないぞ。尻を刺されたんだ。暗号なんて考える余裕あるか。でもこれが暗号じゃないなら何だって言うんだ。暗号じゃないなら暗号じゃないんだ。つまりそのままの意味ってことか。ごたくはいい。証拠で示せ。い、ま、じ。これがそのままの意味だという証拠を。はい。深夜のメガネケースにこれが入っていた。それは CM でおなじみ、ジノナンコオラジナール。ボラギノールみたいな。い、ま、じ。つまり、深夜はジなんだ。今、ジ、ということですか？そうに違いない。ジを患っている上に狂気が刺さったとしたら、あの大出血もうなずけるわ。大方、今、ジ、なのにくだらんことをしてくれたな。って書きたかったんじゃないか？深夜だし。字の字が字のあたり、深夜さんの頭の悪さを物語っています。そうね、彼に暗号なんてやっぱり無理よ。こんなひどい推理がまかり通るのか。認めない。認めたくはない。でもアホだ。俺たちは結局触れ出しに戻っただけじゃない。そうね、今の話で分かったのは犯人じゃなくてアホだが犯人だと特定できないってことだけ。いや、そうなんだけどさ、今日のところはみんな仲良く容疑者ってことで。探偵の風上にも置けない。お気楽なことに君は自分の容疑を晴らしたと思っている。君は犯人だと特定できないだけであって、君は犯人候補であることに変わりないというのに。おい、どうして俺ばっかり。検証を再開すれば、私が君を捕まえるのは時間の問題。バカは、桜がなんか煽ってくるんだけど。バカね。さくらはあんたの推理力を認めたからこそ一緒に真犯人を探してほしいと言ってるのよ。え、そうなの？さくら、検視を再開。話しかけないでほしい。さくらはやる気みたいだな。結局誰にでも犯行が可能なら大学にいるみんな容疑者になるけど、この大学に何人人がいると思ってるの。探すのは無謀よ。犯人特定って本当に無謀なのか。例えば現場の凶器と結びつくものがあれば犯人像を絞れるかもしれないな。現場の凶器と結びつくものなんてあったか。え、結びつくもの。え、何、わかんないんだけど。現場の凶、これか。ロッカーに挟まっていた。この包装紙はここサークル室に落ちていた。ただの包装紙に見えるけど、それが犯人特定と関係あるのか。おそらく
この包装紙はこれを包んでいたんだ。カリフラワー。それは現場にあったカリフラワー。カリフラワーの包装紙がこの部屋にあったということは、犯人はこの中にいるんだよ。そんな、俺たちの中にいるっていうのか。信じられない。爪が甘い。その包装紙が現場のカリフラワーセットだとは限らない。え、そうよ。世界中にどれだけカリフラワー農園があると思ってるの。何か掴めそうだっていうのに、ここまで来たら引けない。包装紙が現場のカリフラワーがセットだと証明するには、包装紙のシールに注目。包装紙のシールを見てくれ。シール、あ、白森農園と書かれています。現場のカリフラワーにも同じく白森農園のシールが貼ってある。同じ農園。じゃあ本当にこの中にいるっていうのか。誰なんですか、深夜さんのサドルを盗む変態さんは。その深夜のサドルを知らないんだけど、誰か覚えてないの。犯人もサドルも見つけてあげたいけど、特徴もわからないんじゃな。サドルの特徴、どっかで聞いたことなかったっけ。サドルの特徴は俺にふさわしくスマートだ。俺にふさわしいスマートなサドルだ。え、何？聞こえない。深夜のサドルの特徴は、深夜にふさわしくスマートなんだよ。それを感想という。色とか形とかお前教えなさいよ。何の手がかりにならないわ。もうやめよ。やめやめ。待ってください。深夜さんは激痛に苦しみ、声を絞り出すようにして伝えてくれました。全く無意味な証言だとは思えないんです。雫はそこまで言うんだ。考えてみようよ。スマートなサドルなんだよね。スマートフォンみたいな形かな。なぜそうなる。さくら、スマートってどんな意味なんだ。まあ、賢いの他にも細いとかもあるかな。スマートは賢いという意味を持つ。そうか。自転車の場合、スマートは高性能という意味を持つ。さすがさくらね。で、深夜のサドルは何か高性能なわけ。深夜はサドルに並々ならぬこだわりがあった。それを考えれば、深夜のサドルはきっと部品が高性能、素材が高性能、デザインが高性能。デザイン？デザインなの？多分。あ、違う。深夜といえば表面だけの人間だ。そうね。サドルも同じだよ。きっとデザインがすごい。中身のスカスカさを騙せるような圧倒的デザインなんだ。見た目だけ良くて質が悪いサドルってことだね。あの、その理屈で言うと、深夜さんは見た目がいいことになりませんか？そこを否定する、かわいそう。あ、もっと深夜に寄り添って考えよう。俺が深夜ならどこにこだわる？深夜のサドルはきっと、お、きっと、部品、素材、どうなんだ？素材？部品、どうなんだ。素材が高性能。サドルの役割って尻を支えることだよな。深夜ならなおさらサドルのクッション素材にこだわるはずだ。そうか、深夜は地持ち、尻に優しい素材を使うってことか。プロにサドルを作らせた理由もこれで納得です。じゃあ深夜のサドルは柔らかいクッションパッドが特徴ね。サドルに手がかりをつかめた。だけど、お、なになに、ん、この音は俺のじゃないな。ん、どっち、どっちなの。さくらのスマホ、これは自分のってことよね。アホだのよね。俺のじゃないってことはさくらの方か。そうそう、このスマホを現場に落ちてたんだけど。どうしてあんたがさくらのスマホを持ってるの。いや、だから拾ったんだって。ほら返すよ。まあ、お可愛らしい鳥さんですね。あ、今ならしずくちゃんにあれを見せるチャンス。こっちだね、女子が好きそうな写真。見て見て、しずくちゃん、その鳥俺も見つけたんだよ。可愛いよな、このひな。それ、え、深夜？どういう体勢？黙れ。
医務室を抜けて大丈夫なのですか？構わん。それより貴様、そのサドルはどこだ？どこって、それをみんなで今探して。その鳥の寝床はどこにあると聞いている。え、それってまさか巣がサドルだとおっしゃるんですか？まさかも何も、本人がそう言っている。ミステリーだわ。一体なんでサドルがヒナの巣になってるのよ。犯人に聞く。巣を誰かが盗んだから。犯人に聞く。巣を誰かが盗んだから。え、何？鳥の巣がサドルだった。もう頭が混乱してる。頭が混乱してるよ。鳥の巣がサドルだった。どういう意味や。どういう意味や。待って、犯人に聞く。巣を誰かが盗んだから。あー、違った。きっとこれはカリフラワー理論と同じなんだ。カリフラワーと？サドルの代わりにカリフラワーがあっただろ。そして今度は巣の代わりにサドルがあった。つまり犯人が欲しかったのは本当は鳥の巣だったんじゃないか。よくわからないけど違うってことだけはわかるわ。ちょっと強引な理論だね。あー、そうやって時間稼ぎというわけか。そんなつもりじゃ。俺はこの仕打ち、やはり貴様の仕業としか思えん。俺にそうされる心当たりがあるんじゃないのか。本来なら徹底的に貴様を潰すところだが、俺も人の子、貴様にもセミ程度の情はある。嫌いじゃねえか。貴様には願いを叶えてもらう。何、簡単なことだ。もう巻き返すのは無理そうだし、深夜の情けにかけてみるか。何？バッドエンド。深夜の情けで俺は窃盗罪を免れたけれど、お前のその願いは無理だよ。どこがだ。全部だよ。サークルを深夜万歳サークルにしろって何なんだよ。くだらないサークルを変えてやると言ってるんだ。感謝しろ。なぜそのくだらないサークルに入ってるんだ。これで解決するなら、それを受け入れることに俺は疲れ切っていたのかもしれない。俺はその後、みんなの反対を押し切り、サークル名を変更した。そしてサークルは破綻した。破綻してしまった。失ったものの大きさ。よし、リトライ。紅のカリフラワーサドル事件。さあ、そして犯人に聞きましょう。ここからやね。鳥の巣が深夜のサドルと判明した。この状況から考えて犯人はあいつしかいない。この状況から考えて犯人はさくらでしょ。どうしてサドルがヒナの巣になったか。そんなの犯人聞くのが手っ取り早いだろ。なあさくら。バカ、どうしてさくらがそんな汚いものを盗まなくちゃいけないのよ。待ち受けのヒナは現場で俺が見つけたヒナと同じ。その巣が深夜のサドルだった以上、さくら、お前が事件と無関係だとは思えない。たわけ。なんだ今の。いや、あまりにひどい推理だ。何？君はそのヒナが何か知っているのか。鳥だろ。スズメ目、カラスかカラス族。それはハシボソガラスのヒナだ。ハシボソが、ん？とにかくカラスってことだね。そんなありふれた鳥だ。私は別の場所で撮ったかもしれないな。いやいや、そんな都合のいい偶然あるはずがない。駐輪場のヒナだって。それにヒナの数が違うだろう。ヒナの数？俺が見た時は4羽しかいなかった。でも俺の推理が間違っていないのなら、1羽は巣だった。ヒナはあと1羽いる。1羽は鳥じゃない。鳥じゃない？鳥じゃないってこと？ちょ待って、情報。鳥じゃないのこれ。この鳥がサドルとかいうことはない？そんなことはないんかな。違った。俺が見た時は4羽しかいなかったよ。映ってる5羽目って本当の鳥のヒナなのかな。え、なんだか怖いです。アホダさん、脱線させようとしても無駄。キャー、く、若葉のバリケードが強すぎる。俺が見た時は4羽しかいなかった。でも俺の推理が間違っていないのなら、巣だった。ヒナはあと1羽いる。1羽は巣だった。
違う。あと1は巣だったんじゃないか。このヒナたち生まれて間もない感じがするけど、成長スピードにも個体差があるもんだよ。あんたは全然成長しないわね。う、ダメだったか。ん？じゃあ、まあ、ヒナはあと1はいる。あと1はヒナがいるはずだ。あくまで主張は変えないか。バカね。そんなのサドル見つけるより大変に決まってるでしょ。いや、俺の勘が正しければ。ん？サクラに駆け寄る。カラスになりきる。サークル使徒を飛び出す。え？どういうこと？サクラに駆け寄る？うおー、サクラ、服の中を見せろー。変態やないか。気が触れたか。こっちに来るな。サクラ待って、そっちにはバナナが。つる、ドーン。おう、お、元に戻った。あ、頭の上。鳥さん、写真と一緒の鳥さんです。これでもう逃げられない。深夜のサドルを取ったのはお前だ。そうだよ。え？ものの2秒で解決したね。さくら、戻ったのね。もしかしてさくらを戻す方法を考えた方が早かったんじゃ。バナナ女、貴様。よかったわね、さくら。スマートな深夜許してくれるそうよ。え、スマートな深夜さんがそう簡単に感情を荒げるわけがありません。なんたってスマート深夜だからね。ふん、当然だ。深夜がバカでよかった。解決。鳥の巣がボロボロだったから、そういうことだったのね。どういうこと？これは少女とヒナのハートフルストーリーだったのよ。ふわふわ。少女は数日前、駐輪場で巣から落ちたヒナを見つけたわ。心優しい少女はヒナを巣に戻してあげたけど、その時気づいてしまったの。ボロボロだ。こんなボロボロの巣では、また巣から落ちてしまう。そして今日、少女は出会ってしまった。ちょうどいいの発見。座るものを優しく迎え入れる、ふかふかクッションパッドのサドルに。さくらさんは小鳥さんのベッドを探してあげたかったんですね。なんでいい話風なの？10万のな。めっちゃするー。いや、この話には10万以上の価値があるね。さくらは盗んだ罪悪感から、せめて代わりにとカリフラワーを刺しておいたのよ。意味がわからない。わかってあげて、さくらの優しさを。もういい。みんな分かってあげて、深夜の気持ちも。ね。深夜のサドルはその後もヒナたちのベッドとして使われることになった。これからヒナの成長楽しみだな、さくら。なんかごめんね。フライドチキン楽しみ。え？食うの？その時さくらに、なんの？と聞くバカはいなかった。怖いよー。事件解決。ごめんね。クソ、リトライ1回。話にならないわ。いや、評価 B だよ。まだマシじゃない？くそ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか登場人物も全員バカだし、あの事件自体もバカだし、まず事件なのかっていうね。サドルは確かに窃盗罪やけども